ジェームズ・ベートマンジェームズ・ベートマンは、イギリスの地主であり、園芸家である。卵化の植物の収集家であり、蘭に関する豪華本を刊行した。スタフォードシャー州のベリーの近くレッドベイルズで生まれた、オックスフォード大学のリンカーンカレッジ、モードリンカレッジで学んだ。1833年に、人を雇って、ギアナへ派遣し、蘭の収集を行った。 60種の卵が持ち帰られ、その3分の1が新種であった。グアテマラの知人から、グアテマラの卵化の植物を送ってもらい、イギリスの最大のグアテマラの卵の収集家になった。1845年に27インチ15インチの大きさの豪華本、メキシコとグアテマラの卵を刊行した。サラドレイクラによる40枚の図版が付けられた。125冊だけが刊行された。 他に、ウォルター・フィッチの図版が付けられた、オドントグロスサム族の研究がある。1833年に、ロンドンディンネ協会のフェローを、1838年に、王立協会のフェローに選ばれた。バテマンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジェームズ・ベートマンを示すのに使われる。ありがとうございます。